ああ、カイマネスってとこだね。だからこの調子でいくとカイマネスは最後ぐらいに行くことになりそなるう。あ、どうした？足を滑らせた。足を滑らした。ユニダットいるからさ、リスポンして後で。カイマネスだったね。いや、来れるだろう、お前。いやー、バレたら後々面倒になっちゃうから まあ、しかもこういいヘリある。ああ、バレちゃう。よし、移動しよう。次、コアに。これ多分、リスポーンしたらさ、ヘリの中にスポーンするんじゃない？いや、死ねえだろ。ビッグボーイさん、こんばんは。はい、こんばんは。大さん。あ、下に湧いてる。ほら、早乗れ。足を滑らして瀕死になる特殊部隊。足を滑らして、瀕死になる特殊部隊って言われてるぞ。しょうがない。この人たち、なんか、PUBG のバトルグランダーに比べたら、かなり足腰弱いから。スペランカよりマシ。まあ、スペランカが一番上にいるんだから。スペランカはボスだから。あ、もうコアニだね、ここ。お、おいおいおい、どこ行く？どこ行く、お前。ま、お前、どこ行く？ 待って。丸と四角を押し間違えたら意味わかんないしさ。ボタンを押し間違える特殊部隊。このコメント怖い。お、いや、どまこ行くんだよ、お前。あ。まあ。真下にちょうど情報びっくりマークがあるじゃねえか。オッケー、ちょっとこのままじゃ、もう俺も降りびっちゃくおう。りマーク行っちゃおう。あのびっくりマーちょっクと、簡単に取れる。30トン以上もの粉を国境の向こう側に運ほいしょっぶ。と。飛行機、列車、トラックといった高度なネットワークがあるわ。この輸送網はアメリカ人のボストン・リードが作り上げたものよ。彼はパイびロッっくりトとマーしてク2何個年ある。もミディアプロレスやエルボキータの仕事をしてた。今は運営側にもう一回っ個めっちゃ早いてな、あれ。問題はそこ車両よ。に乗ってんじゃないかな。リードは用心深いわ。仕事は仲介人を通して本人は表に出ない。パラノイドと診断されてるけど、私はそれだけじゃないと思ってる。例えば送金額の計算が合わないの。正体不明の相手と連絡を取ってるし、カルテルのパターンと一致しないフライトもたくさん。リードはスエイニョに。いや、カルテルやしか。今会話を聞いてんのにさ、話しかけやがってさ。近くになんか貴様。みたいなのあるね。いや、こっちには何も聞こえなかったんだ。今ボーマンと話してんの、今。総理。仕事は仲介人を通して本人は表に出ない。パラノイドと診断されてるけど、私はそれだけじゃないと思ってる。例えば送金額の計算が合わないの。正体不明の相手と連絡を取ってるし、パートにカルテルのパターンと一致しないフライトもたくさん。リードはスエイニョに黙って粉以外の何かを運んでるのよ。列車墓場の周辺でカルテルの動きがあるって報告され始めてからしばらく経つわ。調べてみて。オッケー。ここはボストン・リードって人が、2あ、イ階ケメン。にさ会える。イケメン。おお。だと思う。CIA が作成したボストン・リードの映像をアップロードしたわ。これで見つけやすくなるはずよ。また映像送ってくれたから、よし、見てみるか。ボストン・リードはママの手作りパイを食べ、パパと大好きな野球チームを応援しながら大事に育てられた。でも高校卒業した彼は幼い頃とは全くの別人になっていた。冒険を求めてリードはマサチューセッツ州レキシントンを出て南米の辺境地のパイロットになった。医療記録を見るとこの時期かなりの性感染症にかかってたみたいね。何年かはまともなパイロットとして働いていたけど、エルボキータと出会って彼は変わった。数日後、リードはサンタブランカのコカインをアメリカ各地に運んでいた。密輸でどんどん入ってくる金をリードは喜んで使った。仲良しになったボキータはリードの訛りからボストンというあだ名をつけた。勘違いしないでね。
リードの遊び方は激しいけど仕事もきちんとこなすわ。コアニに拠点を構えてサンタブランカの飛行機での密輸を一任されてる。仮設の飛行場を使うから仲間でさえ最後まで彼がどこにいるのか把握できていない。仕事中のボストンリードの位置を特定するのは不可能よ。でもそれを見つけるの。うん、残念なイケメンだった。そうなのか。うん、プレイボーイとゲイが混ざったような感じかな。すごいな。もうちょっと俺を置いてどこに行く気だお前は。びっくりマーク。分隊行動しない特殊部隊。分隊行動しない特殊部隊。だってもうゲームだってさ、折り返しくらいにも来てると思うけど、いまだにボタン間違う特殊部隊だから、ね。あ、副官消えちゃったわ。あ、じゃあとりあえず列車墓場でカルテルが活動してるっていう情報がある。行って調べてちょうだい。わら、これ行こう、探して列車墓場にカルテルさんたちがなんかやってるらしいから調査。おお、ああ観覧席めっちゃ酔いそう。ストップ。いっぱいいる。これはエンコか、それともトードか。トードじゃねえわ、固まってんのか。ああ、ガタガタな道を突き進む特殊部隊。これ なんだろうな、エンコなのかこれは。よくわからん。あんまりなんか栄養が渡っていそうな感じには見えないけど。自然破壊する特殊部隊。列車墓場広い。資料この先でカルテルが何かしてる。ボーマンの言ってた通りだ。どうするボス。そのクソ野郎を見つけて情報を聞き出そう。エンコですね。エンコか。これがれっきとしたエンコだ。サドマスが思ったやつを見つけた。あ、そうなの。列車墓場だから警報があるようには言えない。反乱軍にエリアの偵察をするようだろう。サンタブランカの副官だ。探してる男かもしれない。いた。副官。死なせるなよ。尋問。つまりそれは何を意味するか。なるほど。お答えください。本当に。いやー、なんて言おうとしたか。バレるなということだ。あいつやれそう。あ、パン。はい。ステルス。こんなところに、なんだこれは。資料。資料。まあ、こんだけばらけてんなら多少は。まあ。今ね、スキル、サイレントランをね、マックスにしたから。ほう。ばらけてないね。どう見ても観光ツアーじゃないな。リードだと思うか。確かめる方法は一つ。味方はどうする。可能であれば解放するが、最優先じゃない。いいな。クリア。多すぎ。ちょっとね、反対側に移動するわ。ヨードグレネード。こっちは敵少ないし減らしていくにはいいんじゃないか。ターゲット排除。うん、あとはこいつ倒すわ。オッケー。おーっと、大丈夫かな。あいつは終わりだ。警戒されてる、警戒されてる。冗談でバレ。かばい。逃げてる逃げてる。あ、車乗っちゃうね。いいや、近くに車あるから追うか。車？ああ。あ
悪党が一人減った。車って言ってもトラックか。OK 追うから相手よろしく。ほら待て、あこっちの方が早いな。はい、お止まりなさい。あれ止まんない。はい、止まれ。ああもうちょっとスピード上げて追突するか。あトラック遅い遅い、トラック遅い。はい、よし降りた。はい、ちょっとそこに乗っちゃうか、副官。はい、確保。冗談だろ、抵抗する気はないんだ。なあ。じゃあ、こいつ連れてそっちの方戻るわ。止まって。お呼びじゃない、お前は。よく生きてる。あっぶねえ。ユニだった。ああ走れないのか、遠いなそっち。いや尋問しちゃうかこっちで。この辺で。おい冗談だろ。冗談じゃねえ、お話だ。落ち着けよな、話し合おうじゃないか。俺たち取引できるかもしれないだろ。取引だと、そうか。リードを渡せば死なずに済むかもな。待ってくれ、居場所は本当に知らない。リードはいつも仲介人を通すから。この人たちはどこから来た。リードがよく襲う村が5、6カ所ある。そこじゃ誰がいなくなっても噂にすらならない。カルテルには何割渡してる。違う違う、これは俺たちだけの仕事だ。スエーニョにバレたらポソレロのとこに送られる。襲ってる村のリストをこっちに渡せ、早く。わかった、言う通りにするよ。でも俺が渡したことは言わないでくれよな。ご苦労さん。トーマス、リードについてあんたが言ってたことは正しかった。奴はスエーニョに隠れて人身売買をやってる。よくやったわ。これでリードをあぶり出せるかも。奴を追ってどこに行き着くか見てみましょう。コカインの密輸ネットワークは調べない手はない。リードは両方の中心人物よ。一石二鳥が狙える。コピー、ノマドアウト。最近シージとスプラ2にハマってる。オッケー、お迎えお願い。じゃあなんかいるんだよね。うん、お副官が発生した。いやいやいや、よし、オッケー。バイクあるからさ、そのままちょっとついてきて。副官が移り始めたから、これで武器の場所を調べちゃおう。バイクを手に入れた。うん。その車サボテンをさ、縦横無尽にサボテン。あ、危ね。あー危ね危ね。あーあーあーあああ、これ刺さりまくっちゃう。あのね、エンコ走ってよ。こっちの方が楽だ。ああそうだ。おお、あ滑りもしないし。あ、飛行機止まってるし。で近いからもう行こう。環境破壊する特殊部隊。環境破壊する特殊部隊。いや目的のためなら、あいた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 。手段を選ばないから。いや、カルテルやシガリオの噂を聞いたことないか。グラシアス。おし、ここには何があるんだ。わらわら。ハンドガン拡張。拡張。お、SR。SR1。コラテラルダメージかな。スコーピオンエボ。おお。スコーピオンエボ。中国のスコープ。中国のスコープなんてあんの。コスプ、いろんなスコープがあるもんだけど。グラシアスってありがとうって意味らしいですね。うん、じゃあ重要情報がてら、まずはこのスコープ回収といこう。うん、あの重要情報消えた。
消えた？消えた。まあ、しゃあない。バイク。よし、行きましょう。まあ、ぶつかんないでね。ぶつかれて言ってるんじゃないよ。ぶつかんないで。おあれ、あれ。おお。お？かすれとも。今日は。危ない危ない危ない。こっちこっちこっち。ああ。いや、サボテンばっかり。本当な。でもボッコボコ。中華製のスナイパースコープ GF4 の6倍スコープみたいな感じかな。どんな感じだろうね、中国製スコープってのは。うん、見やすくて安定するスコープなら何でもいいんだけど、わざわざ中華と強調しなくても。ああ、あっ、待って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 、いや集落かと思ったらもういるじゃん、ここに。ドローン飛行中。ほっ、倒しちゃうわね。やばいやばい、倒して倒して。オッケー。この丘を越えたあたりかと思ってたんだけどな。武器ケースがあるぞ。危ない。バラ反乱軍が後で取りに来れるように俺のブーツに合うな。じゃあ、これ。あ、どこで行っちゃうの？待って待って待って。でも今すぐそこだもん。技術に見合うサイトってなんだよ。哲学。お、発電機あるわ。じゃあ EMP でバーンって。武器が設置される。あ、ライトがある。2人目のターゲットだ。長弾も考えてさ、なるべく孤立した敵だけ倒していくっていうのは難しいことだけど、なんとかおね、よろしく。おお。じゃあまず発電機、発電機ドーン。警戒、まあ、警戒なら大丈夫。ドローンクールダウン中だから偵察よろしく。で、おいおいおい、偵察をよろしくと。いや、あいつはやれ。オッケー、オッケー。一旦隠れて、一旦下がって、一旦下がって。追跡状態ならまだ解ける。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。見つかった、ほとんど。偵察とは偵察とは偵察これが偵察ですか。おっと、お前の方に向かってってるな、全員。おう。追跡マン、その二人だけじゃない。違うね、いるね、まだ。あ、スナイパーに撃たれてる。というわけで、ヘマをしたあなたにはおとりになってもらおう。はい。これイエローの状態はステルス継続中ということでいいのか、これ。いいんじゃないかな。ダメだろう。拠点。
よし、オッケー、全滅。うん、最近エイムした時にリーンができたらいいなって思い始めてるんだけど。リンボーかな、ちょっと狙いにくいんだよ。うん、オッケー、まあ、お、メダル、ボーナスメダル。何かあったか。そうだな、コアニ空港で働いてる管制官の勤務表だ。なぜかカルテルが飛行機を飛ばすときはこいつが勤務中だ。なかなかの偶然だな。リードのことはこいつに。まだペリコ君 DJ してるのか。ああ、ペリコ君ね、あの全然意識してなかったけど、車とかこの辺のラジオ、うん、大抵喋ってる DJ みんなペリコだから。そうだよね、そういう、うん、これ全部 DJ ペリコだよ。たまにゲスト呼んでなんか喋ってるから。よし、で、あれ、副官がこっちに近づいてくるよ。ん？で、しかもあれカルテルだ。倒しちゃダメだよ。車だけ。ペリコさん、わら。タイヤ狙い。オッケー、あ、俺スナイパーで撃ったら爆発しまう。 MP3 にしよう。サップつけるよ、なんとかなる。くるくるくる。きた、あ、お前タイヤ狙い、ね、狙い、お前殺したな。は？殺したな。待って、俺今完全にタイヤ狙ってたんだけど。タイヤに副官が乗っ、タイヤの近くに副官がいることを考えなかった。いや、待って、それでもおかしいだろ。当たり判定どうかしてる。この車全部が副官じゃねえかよ。この車全部が副官は。もう死んでるけど。いや。もう下ろしてみるか。死んでるじゃん。こいつからどうやって情報を聞くってんだ。ああ。いや、ちょっと疑惑の当たり判定。ああ、リスナーの言う通りにすればよかったね。走行車で足止めしよう。なるほど。こいつカルタって、スポーツカーの上にこいつしか乗ってなかったしね。まあ、しゃあない。じゃあ、エンコ運転しやすいし、エンコの方のパーツ集めていこう。あ、ごめんなさいね。後ろユニだ。本当だ。いや、馬力を生かしてする。で、左行っちゃう。ほうほう。お、さすがにスポーツカーでここは。ここはちょっとね、きつい。スポーツカーはちゃんと舗装された道路じゃないと。